下手。私は軍師ではありません。一階の画家です。さて、ナジェンドラ軍の総崩れは避けられたか。パルスの騎兵ならば素早く戸ができる。敵の矢をかいくぐり、ガーデービー軍を叩くぞ。クソ、叶わなかったか。お前などに負けはせぬぞ。相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそうだ。よし、これで敵前線の掃討は完了した。ラジェンドの王子にもこちらに来てみろ。貴様、何をもたもたしておる。数を頼んで取り囲み、奴らを蹂躙しろ。指揮官が連れたようだが、あとはダリューンがうまくやってくれるだろう。その間、俺は敵の目をこちらに向けさせておくか。ダリューン様、ナルサス様の部隊に釣られ、敵の指揮官プラダーラタが姿を現したようです。ナルサスの策通りに進んでいるな。急ぎ迂回路を突破し、プラダーラタの元へ向かおう。敵だ。くそ、読まれていたのか。ナルサス卿は全てお見通しじゃない。我らは急いでおるゆえ、突破させてもらうぞ。これはナルサスはおとりを務めると言っていたが、本当に大丈夫だろうか。心配ご無用です。できぬことを申し出るような男ではありません。見えた、あれが敵の指揮官か。ナルサスは無事か。よかった。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。ダリュン、ここだ。私に手を貸してくれ。お主の風義を一段とさえ渡っているな。敵に同情したくなるほどじゃ。貴様ら、どうやってここまで。ダリュン、頑張れ。だからにはやってみせることだな。ダリュン、さすがだ。いつもお主は頼りになる。
パルス兵の強さ誠に見事。特にダリューン殿の武勇は目を見張るものがある。私には過ぎた進化たちです。いやいや、彼らほどの者が従ってくれるのもアルスラーン殿の器ゆえよ。ペシャワールの守りに残っているキシュワード殿も。ナルサス、やはり俺はあの男を信用できん。むしろ俺は奴がどういう策を巡らしてくるか待ちかねているよ。ジャスワントよ、やってくれるな。はは。最小閣下は私にとって父親も同然でございます。この命に代えても。パルス暦321年、その年明けをアルスランはシンドラ国西方の荒野で迎えた。パルス式に新年の儀が行われ、彼は国王の代理として役割を果たした。アルスラーン殿、新年の挨拶に来た。わざわざありがとうございます。うん。ところで、我が友にして心の兄弟たるアルスラーン殿、相談があるのだが。ラジェンドラ王子の兵と我々で別の道筋を行き、二方向からガーデービーを挟み撃ちにすると。うん、ラジェンドラ殿が提案してきた作戦だが、どう思う？お断りなさるべきです。あの男、信用すべきではありません。俺もそう思いますね。あの王子様、きっと俺たちをおとりに使うつもりですよ。ファランギース殿も同じお考えでは？不愉快なことじゃがな。ナルサスの考えを聞きたい。まず殿下にお祝い申し上げます。殿下の部下にどうやらアホは一人もおりませぬようですので。皆の言う通り、ラジェンドラ王子の真意は我々をおとりとして利用することにあります。ですが、その提案ご承諾なさいませ。それはなぜだ。確かにラジェンドラ王子は信用できません。しかし、ならばむしろ距離を置いて行動した方がよろしい。なるほど。ただし条件をお付けください。ラジェンドラ王子は欲の深い人間。こちらがすんなりと提案を飲めば疑いの念を抱くでしょう。王子を油断させるため、糧食、それを運搬する牛、地図、信用のおける案内人、それらを要求なさいませ。ラジェンドラ王子より使わされました、ジャスワントと申します。ウラユールへの案内役を務めさせていただきます。ジャスワントか、よろしく頼む。は、それでは。随分な挨拶ですね。その剣の腕、身のこなし、ただの案内役にしては出来すぎてるな。何者だ？殿下を狙ったラジェンドラからの刺客か？私は使いの案内人です。どうだろう。やっぱりただ者じゃないだろう。失礼します。あれがグジャラート城塞、シンドラ国の軍事の要か。守りも相当に固いのだろうな。来たな、パルス軍。みんな
プラケーシン様のご命令通りに動け。副陛下。パルス軍を分断したぞ。奴らの実力恐れるに足らず。やはりこう来たか。急ぎ眼前の敵を倒し周囲の味方を救うぞ。報告、分断された味方皇族部隊は敵の投石を受けているようです。皇族のエルサンでファランギースと護衛につけてある。だが長時間攻撃を受け続ければ危ない。早くここを片付けて救援に向かえば。プラケーシンとは一体どのような将だ。立派な極刀、凄まじい腕力を持った方です。シンドラでは猛将として恐れられております。おお、返り討ちに遭うとは。パルスの力、ここまでとは。救援感謝いたします。救援感謝いたします。こんなところで力尽きるとは。助かりました。そやつを倒せば敵も戦意を失おう。ダリュン、よろしく頼む。なんて強さだ。一体引くぞ。こちらは危機を脱したな。殿下は拳だろうか。パルス兵を倒すのだ。障害物で道が塞がれているからだが、この程度なら味方と共に破壊して突破できる。今こそ示せ。守るべきを守る力を。バカな、パルスの奴らがここまで。敵は奇襲で足止めされてるんじゃ。行かせるか。これで敵の投石は止んだか。奇襲は失敗したか。俺が出る。パルスの王太子を撃つぞ。奴が指揮官だ。討ち取って戦いを終わらせよ。プラケーシン将軍に続け。邪魔だ、どけ。貴様ごときシンドラの犬を、パルスの王太子殿下が相手になさるか。おとなしく俺の手にかかれ。そうすれば首だけでも殿下に対面させてやる。うざいたな。
プラケーシン将軍がやられた。撤退だ。皆城に逃げ込め。シンドゥラ軍は城に立てこもるか。ひとまずナルサスの指示を仰ぐとしよう。敵は城にこもってしまったか。落とす方法はいくらでもございますが、あまり時間をかけてもいられません。敵に悪あがきしてもらうため、ひとまず使者を送りましょう。パルス軍の使者か。要件は？城塞の門を開け、パルス軍の通過を許可していただきたい。正気か。そのようなことをしてはガーデービ様に申し開きできん。もちろんただとは申しませぬ。ラジェンドラ王子が国王となった暁には地位、領地、望むものすべてが保証されるでしょう。いかがですかな。即答はできん。結構。返事は明日まで待ちましょう。さて、どうする。パルスがラジェンドラに肩入れするとなれば、大い争いは奴が有利。ならば我らも。失礼いたします。これはこれは、使者殿、いかがなされた。両将軍にお話があります。私はパルスの者ではなく、最初マヘーンドラ様の部下。ラジェンドラとパルスの進軍を阻むよう仰せつかっております。なんと。あのギーブなる者が言っていることは全くのデタラメです。幸福などもってのほか。だがかといってどうすれば。私に策があります。会場を求める使者、つまり我らは一人。上司がそちらに気を取られている隙に城を通過する。それがパルス軍の作戦だ。俺の合図でゴービンドルたちがパルス軍を後方から襲撃する。隊の前方は騎馬隊、後方は糧食隊。食料を失えばパルスの進軍は止まる。こんな夜中でも働いているとは感心だな、ジャスワン。ギーブ殿、油断ならないね、ポメ。八カ月よりお前自身の尾に火をつけてやろうか。俺の目的を見抜いていたのか。我らが軍師殿は物が見えすぎる御仁でな。逃げ道はないぞ。覚悟しろ。なるものか。本気になったか。そう来なくては面白くない。
さて、これで邪魔者は片付いた。俺は城へ向かうから伝令役は頼んだぞ。はっ、お任せください。みんな、パルスの騎馬隊が通り過ぎたぞ。今だ。後方の糧食隊を襲い、すべて奪い取るぞ。あの偽伝令のおかげで敵をあぶり出せた。ギーブがうまくやってくれたようだな。よし、こちらも撃って出る。聖者始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。伏兵だと。おのれ、騙したな。騙される方が悪いのだ。とナルサスなら言うであろうな。罠に引っかからなければ。敵が我らに気を取られている隙にナルサスとギーブが城を落とす算段だ。成功させるためにもしっかり敵の注意を引きつけねば。破れ、力でも破れると。ダリューン、さすがだ。いつもお主は頼りになる。策がなったとはいえ、敵も必死です。殿下、油断なさらぬよう。わかった、ダリューン。かくなる上はパルスの小僧、そこを動くな。あれが敵の将軍なら、打ち取れば敵の士気も下がろう。あとはここで敵の注意を引きつけ、時間を稼ぐのみだ。ダリューン卿らはうまくやっておるようじゃな。こちらも将を打ち、勝利を確実なものとするか。後ろに敵だと。えい、さっさと倒しに行け。は、承知しました。
前にも後ろにも敵が。け、道を塞げ、逃げるぞ。見かけによらず逃げ足の早いことじゃ。まあよい、ここは殿下を援護し時間を稼ぐとしよう。ナルサス卿とギーブの作戦のためにもな。敵に援軍だと？クソ、さっさとアルスランを撃つぞ。アルスラン殿下、よくぞご無事で。私もお守りいたします。ありがとうファランギース。ナルサスたちのためにも精一杯戦おう。お前の分、並大抵ではないが、いずれ大陸に有名を馳せることとなろう。よし、十分に時間を稼げたな。ナルサスとギーブはうまくやってくれているだろう。戻ってきた騎兵隊と合流し攻めに転ずるぞ。おのれ、パルス軍め、一矢報いてやるわ。この戦で必ず活躍してみせます。お前はここで終わりだ。やられてしまうとは。このままではまずい。みんな城に戻るのだ。最後のあがきじゃな。逃げる敵を追い詰めるとしよう。城の矢倉からの矢が厄介じゃな。あの弓兵どもがおれば城攻めも難しかろう。残さず撃破するべきじゃな。もはや引くしかないか。お見事なご活躍です。お前はここで終わりだ。これで静車はやんだな。さて、そろそろのはずじゃが。城は落とした。グジャラートはもはや我らのものだ。そういうわけでさっさと諦めてくれないか、シンドラの皆さんよ。そんな、城が落ちただと。もうダメだ。ジャスワント、初めから裏切るつもりだったのか。裏切ったのではない。俺はシンドゥラ人、故にシンドゥラに忠誠を尽くしただけのこと。ガーデービーのためか。違う、最初マヘンドラ様のためだ。俺が忠誠を尽くすのは我が父に等しいマヘンドラ様のみ。
殿下、いつまでも裏切り者の舌を回らせておく必要はありません。待ってくれギーグ、もう少し話をさせてくれ。先ほどの父に等しいとはどういうことだ。俺は自分の父親が誰であるのか知らぬ。孤児であった俺を育ててくれたのがマヘンドラ様だった。それだけのことだ。自分の親を知らぬのか。この者を解放してやってくれ。殿下の仰せとあらば。ですがどうか後悔なさらぬよう。正直お甘いと思いますが、よろしいでしょう。私どもの力が及ばぬほどの害にはならないと存じます。ありがとう、ナルサス。私はナルサス様の好みを知り尽くしているし、栄養の管理も完璧だ。ふん、ナルサスだって女の子から作ってもらった方が嬉しいでしょ。ね、ナルサス。ナルサス様。ああ、では二人が作った料理両方とも食べるとしよう。それでいいだろう。すぐにナルサス様は私だけの料理で十分だとおっしゃるだろう。それは私のセリフ。はあ。見ていたのか。ああ、なかなか面白かったぞ。はあ、まったく。エラムもまだまだ子供なところがある。だが将来アルスラーン殿下が国王となり、エラムがそれを補佐する。そうなれば良い祭り事が行われるのではないか。そうだな。遅くとも10年先にはそうなってほしいものだ。ダリュー、気づいていると思うが、殿下はおそらくアンドラゴラス王の子ではない。ああ、ヒルメス王子を殺せば王家の血が途絶える。バフマン殿の言葉は殿下が王家の血を引いていないからこそだ。殿下もそのことにお気づきだろう。だが俺はパルス国のためにやはりあの方こそ王となるべきだと思う。俺も同じだ。出自など関係なく殿下にはその器がある。ジャスワンとは私と同じなんだ。自分が誰の子なのかも知らない。冬の夜風はお体に触ります。そろそろお休みになられては。ダリュー、私は一体何者なんだろう。私はおそらく王家の血を。殿下のご正体はこのダリューンが存じております。ダリューンが。はい、殿下はこのダリューンにとって何よりも大事なご主君でいらっしゃいます。それではいけませんか殿下。ありがとう。ガーデービーが戦争部隊を連れウライユールを立ったようです。動いたか。アンドラゴラス王でさえ正面から戦おうとしなかった戦争部隊。他にもご報告が。ラジェンドラの軍がガーデービー軍の背後に回ったと。殿下、どうも私が考えていた状況の中で
最もバカバカしい事態になったようです。なぜだ。これで私たちが進軍すれば挟み撃ちになる。戦術的には有利なのではないか。いい、ガーデービー軍はこちらより圧倒的に多数です。この場合挟み撃ちは意味をなしません。むしろ我らラジェンドラ殿の側に回り込んだ方がよろしいかと。急がねば、ラジェンドラ王子が危ないな。こうしてはいられない。すぐ救援に向かおう。似合いもしない白馬から降りて土下座すれば命だけは助けてやろう。下船の者でありながら王位を狙う身の程知らずが。はっ、血統から言えばはるか優位なのに、父は貴様を正式な王太子としなかった。それは貴様自身が俺より身を取りするからよ。叩き潰せ。報告、ラジェンドラ軍とガーデービー軍が交戦中。ラジェンドラ軍が押されている模様です。やはりラジェンドラ様。ラジェンドラ殿が危ない。ナルサス、急いで助けに行こう。ならばラジェンドラ殿を狙う敵の根元から何とかせねばなりません。しかし直接助けつとも大丈夫だろうか。殿下ご安心。ギーブとファランギース殿、王子を守りに行くよう命じてあります。あれを壊せば敵の進軍路が立てそうです。早くラジェンドラを始末するんだ。うん、新手か。ラジェンドラ殿、あの大軍は支えきれません。我々で止め、敵の勢いをくじきましょう。今日のところは引いてやる。お前はここで終わりだ。もはや引くしかないか。殿下、お強くなられましたな。この馬竜、どこまでもついてまいりますの。勢いはかなり弱まった。ラジェンドラ殿も軍を立て直せよう。報告します。ガーデービー軍の戦闘部隊が到来しました。殿下、お逃げください。ここは私とダリューにお任せ。分かった、よろしく頼む。戦闘部隊をパルス軍に叩きつけろ。戦闘を従えてガーデービー王子のお出ましか。あやつを撃たねば戦いは終わらぬぞ、ダリュー。まずは戦場をどうにかせねばな。このままではガーデービーに近寄ることもできぬ。今兵器をエレムに用意させている。それまで奴らを食い止めさ。簡単に言ってくれる。ナルサ様、お待たせしました。兵器を動かす準備に入ります。
前そこで何してる。こっちへ来るんだ。止まれ。もっとゆっくり。ゾウは寒さに弱かったはず。なぜあそこまで動けるのか。薬物でも使っているのだろう。ゾウどもを興奮させ戦わせるために。ゾウの勢い、まさに当たるべからずだが、逆にあの突進をいなし壁や柱にぶつけてはどうだ。もともとゾウとは小回りの利かぬ動物。薬物で興奮しているとなればなおさらだろう。いいぞ、奴らお主の動きに対応できたのか。なんと硬い皮膚だ。力押しは通じぬな。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。だよ、凄まじい迫力だな。お主は敵にとっては死の使者だろうよ。戦争相手によくやる。さすがはダリューンだな。お主の武勇と俺の策略があれば怖いものはない。そうだダリュガーデービーとラジェンドラの大い争いは考えさせられるものがあるな。アルスラン殿下とヒルメス王子の争いは重なって見える。ああ、いずれ殿下はヒルメス王子と対することになる。いずれどのような道を選ばれるのか。その時には再び殿下の器が問われることになるだろう。ナルサ様、準備が整いました。よし、これで戦争部隊は終わりだ。放て。象の厚い皮膚に細い矢を通りにくい。だが勢いのついた槍でなら貫ける。おお、逃げろ。上々の出来栄えだな。さあ反抗に出るぞ。ガーデービーへの道が開いた。ダリュン、はっ、奴を倒しこの戦いを終わらせてまいります。お、今こそ示せ。ダリュン、凄まじい迫力だな。お主は敵にとっては死の使者だろうよ。あの感動、封鎖できれば味方の被害を減らせるか。お前はここで終わりだ。ガーデービー王子だ。ゾウを寄せろ。ヤツを踏み潰せ。早くガーデービー様を守るのだ。凄まじい迫力だな。お主は敵にとっては死の使者だろう。この俺が負けるなどあってはならぬ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。
ジャスワントだ。殿下があの者をお助けになるのはこれで二度目でございます。あの者に恩を感じる心があればよろしゅうございますが。さあ、役立たずどもめが。そもそも貴様がグジャラートで失敗していなければこんなことにはならなかったのだ。申し訳ございません。マヘンドラ、打開策を考えろ。これ以上の敗北は許さん。承知しております。なぜこうなるのだ。ガーデイビー様は他人に対して慈悲がなさすぎる。あれでは進化の心が離れていくばかりだ。わしは補佐する相手を間違ったのかもしれんの。閣下、急報です。国王陛下が目を覚まされました。父上。おお、ガデビか。よくぞお元気になってくださいました。そなたも元気そうで何よりじゃ。ラジェンドラも呼んできてくれ。あやつの顔も見たい。そのことでございます。弟が私を殺し王位を奪おうとしているのです。何？ラジェンドラは自分に従う兵士を集め今もこの都に攻め入ろうとしています。どうか父上、争いを止めるため奴に中罰を与え、私を正式に次期国王に。お方、見苦しい兄弟喧嘩をしておるといったところじゃろう。まったくお主らは。ですが父上。わしは知恵に限りあるみ。お主たちのどちらが正しいか情けないことに見当がつかぬ。神前決闘によって我が後継者を定めることとする。神前決闘？それは一体。神前決闘とはシンドゥラ国における特殊な裁判法と聞きます。争う2名が武器を取って決闘し、その勝者を神々の名において正義と認めるという。うん、その通りだ。つまり俺とガーデービーが1対1で戦い、勝った方が次期国王となる。シンドゥラの王様はよっぽど自分で責任を取るのがお嫌いらしいな。結局は神に判断を押し付けるだけか。私もただ勝った方が正しいというやり方はおかしいと思う。まこと殿下のおっしゃる通りでございます。しかし神前決闘にも利点があります。犠牲者がたった一人で済むことです。この神前決闘なら代理人に戦わせることもできる。そこで折り入って頼みがあるのだが、ダリューン卿に俺の代理人として戦ってもらいたいのだ。は？は？俺はダリューン卿にシンドゥラ国と俺の命運を委ねることにした。心よく引き受けてもらえればありがたい。迷惑ですな。まさか決闘に勝つ自信がないというのではあるまいな。ご解釈はお好きなように。私はアルスラーン殿下の臣下。殿下のご命令がない限りどのような御用もお引き受けできぬ。我がシンドゥラをガーデービーの好きにさせるわけにはいかない。身勝手な話かもしれないが、アルスラーン殿、どうか俺に力を貸してくれぬか。わかりました。ダリューン、お主に頼めるだろうか。殿下のご命令とあれば。ラジェンドラ殿、あのバハーデルという男はよほど強いのでしょうか。いや、ダリューン卿には到底及ばぬよ。これより
シンドラ次期国王位をかけて神前決闘を行う。この結果は神聖にして不可侵なるものなれば、両者とも異を唱えることあるべからず。では始めよう。何？いいぞバハーデル、いまいましいパルスの犬目を早く葬るのだ。あの男はサメと同じだが、痛みを感じるということがないのだ。あなた、それを知っていてダリューンを神前決闘の代理人に選んだのか。落ち着けアルスラーン殿。落ち着いてなどいられない。もしダリューンがあの怪物に殺されでもしたら、パルスの神々に誓ってあの怪物とあなたの首を並べてここの城門にかけてやる。落ち着きなされパルスのお客人。ガーデービーが神前決闘の代理人を選んだのはラジェンドラより後のことじゃ。お客人の部下は無双の勇者とか、勝てる者はおらぬか考えあぐねての人選であろう。それほど敵から恐れられる部下をご主君は信じておやりなされ。ダリュー殿下のため、誰が相手であろうと負けはせぬ。少しは我慢しろよ。すぐに死んだらつまらねえ。タイクは巨大だが動きは緩慢だ。うまくひるませれば勝機がつかめるかもしれぬ。ははっ、痛くもかゆくもねえな。パルスの王太子などと言いながら先の取り乱しを、見苦しいことでございますな。そなたがあの王子の半分でもよい。部下を大事に思う人間であればよかった。そうすればわしはそなたをとっくに王太子に定めていたであろう。心得ております、父上。だとよいのだがな。まるで獣だな。ダリューンの勝ち、すなわちラジェンドラの勝ちじゃ。あらゆる神々も昇乱あれ、次の国王はラジェンドラに定まった。認めんぞ。認めるものか。ガーデービー、不信心者よ。神々の裁きに対して異を唱えるのか。神々が間違っている。シンデラの王位は俺のものだ。貴様血迷ったか。者ども、ラジェンドラを殺せ。ラジェンドラを殺せ。
アルスの奴らも殺してしまえ。絶対にここから逃がすな。ここにいてはまずい。アルスランドロン、ここは一旦脱出し体勢を立て直そう。安全に出られる門は南門だけだ。ここを抜けて脱出するぞ。ヒレフセ、俺はシンドラの次期国王ガーデービーだぞ。門を閉じろ。奴らを逃がすな。塞がれてしまった。ラジェンドラ殿、他に道は？決闘場を迂回すれば俺の部下が守る門がある。外壁を伝っていくぞ。ラジェンドラ様、よくぞご無事で。俺のことはいい。それより父上を、王を急ぎ保護するのだ。その後兵をかき集め、ガーデービーとの戦いに備えよ。はっ、承知しました。何を使っても構わん。奴らを殺せ。ガーデービー様、お願いいたします。もうおやめくだされ。やかましい。もはや貴様など頼りにせぬ。シンデラの王位は俺のものだ。とにもかくにも襲い来る敵を倒すしかあるまい。無事にここを出られればよいか。我が心の兄弟よ、共に戦おうではないか。へえ、俺とやろうってのか。アズライル、頼んだよ。今日のところは引いてやる。アルスラーン殿、実にお見事。友として、心の兄弟として、俺も鼻が高いぞ。当たってくれ、今だ。なんだ貴様。ジャスワント、お主が扉を開けてくれたのか。ありがとう。これはシンドラの神聖なる決闘。他国の王族に何かあれば我が国の恥になります。ですがこれ以上の手助けはできません。ここから先は自力でどうにかなさいなさい。ガードービーの配下が妙なことをするものだ。まあいい、おかげで道は開けた。聖書始め。敵軍に大打撃を与えてやれ。どれだけ兵を潜ませているのだガーデービーめ。外壁から向こう側に行くしかあるまい。クソ、叶わなかったか。殿下は私が必ずお守りいたします。ラジェンドラ様、カリカーラ王は我らが保護しました。兵を投入する準備も整っております。ご命令を。よくやった。もう案ずることは何もない。反撃に転じ、ガーデービーを撃つ。役に立たない奴らめ、俺が直接手を下してやる。このようなところで戦争だと。ガーデービー、何を考えておる。ガーデービーさえ倒せば戦いは終わる。象に巻き込まれぬよう奴だけを狙えばよい。ひれ伏せ。俺はシンドラの次期国王ガーデービーだぞ。 Yeah!
アルスラーン殿、実にお見事。友として、心の兄弟として、俺も鼻が高いぞ。ダリューは、皆は無事でしょうか。ガーデービーの兵に同じように襲われているだろう。だがアルスラーン殿の部下は皆強い。むしろ一番死ぬ危険が高いのは俺たちであろうよ。この俺が負けるなどあってはならぬ。こんなところで捕まるものか。無駄なことを。我が兵による包囲は万全。逃げたとてすぐ捕まることだろう。俺は認めんぞ。撤退して再起を図る。ガーデービー様、神の決議に異議を唱えることがあってはなりませぬ。どうか覚悟を決めなさいませ。貴様、いたぞ、ガーデービー王子を捕らえよう。放せ。マヘンドラ様、悲しむな。わしは使える主君を誤った。愚か者にふさわしい最後を遂げるのだ。ジャスワントよ、お前には何も報いてやれなかった。お前は道を違えるな。そんな、剣を収めよ。この戦いはお主らの国の行く末を決める神聖なものではなかったのか。命を懸けて戦ったバハードルの名誉さえも無駄にするというのか。ショラセーナに、ショラセーナに、ショラセーナに。ガーデービーは真意と勅命とに共に背いた。奴のためにこれ以上戦えば大逆罪の共犯となるぞ。パルス暦321年2月、シンドラの王位をかけた神前決闘はダリューンの勝利に終わり、次期国王は第二王子ラジェンドラに定まった。世襲宰相マヘンドラは決闘場での戦いに巻き込まれて死亡。そして病が悪化したカリカーラ2世も逝去する。一方、真意と勅命とに背いたガーデービーは軽視。シンドラはラジェンドラを国王とし、新たな道を歩み始める。アルスラーン殿、なるほど、あなたの口利きで解放されたのですね。ああ、お主の身柄は私が預からせてもらった。感謝するべきなのでしょうね。ジャスワント、これからどうするつもりなんだ。さて、どうしましょうか。もはやこの国に私の居場所はありません。実はな、私もお主と同じなのだ。同じ？私の父上と母上は本当の両親ではないらしい。私はパルスの王子なんて偉い身分ではないのかもしれないのだ。だがダリューンやナルサスたちはそれでもついてきてくれる。私はその思いに応えたいと思っている。お主も一緒に来てはくれないだろうか。あなたは、そこがお主の新しい居場所になればいい、そう思っている。
アルスラーン殿には本当に世話になったな。そろそろパルスへ戻るのだろう。ええ、明日にはここを立つつもりです。こちらの混乱はひとまず片がついた。お主には多大な恩がある。俺にできることなら何でも協力するぞ。そうですか。では兵を500ほどお貸しください。兵を？水臭いことを。俺とお主の仲だろう。3000騎貸してやろうではないか。いえ、そこまでは。いや、3000だ。このラジェンドラに恥をかかせんでくれ。そこまでおっしゃるのでしたら、お言葉に甘えさせていただきます。ああ、俺たちは親友だからな。何をお考えなのですか。いくらなんでも3000機は多すぎます。わからんか。3000機は火種よ。パルスの軍を焼き尽くすためのな。奴らがいかに強くとも、内部から突き崩されればひとたまりもあるまい。それはあまりにも。彼らは陛下の即位に手を貸してくれたのですぞ。だからこそだ。俺はな、あのアマちゃん王子が好きなのさ。こんな策を浪するのも、あの坊やに王として大きく成長してもらいたいからだ。急がねば。あの王子が危ない。ナルサス卿。ジャスワンとか、殿下に恩でも返しに来たか。そうだ、俺はあの王子に恩義がある。故にこのような卑怯な真似は見過ごせぬ。卑怯な真似とはラジェンドラ殿の策のことだ。知っていたのか。無論、ちょうど人手が足りぬと思っていたところだ。殿下に恩を返す気であるのならば、少し手伝っていかぬか。承知した。それで手伝いとは何を。ラジェンドラ殿から借りた3000機が奇襲の準備を始めている頃合いだろう。ギーブも同行させる。二人で周囲を探ってきてくれ。ギーブ殿か。よろしくお願いする。おい貴様、シンドラの兵士だな。ここで何をしている。なんだシンドラ人か。バルス軍に火をつけて回るんだ。邪魔するな。残念だが、今の俺はパルス軍に協力している。同行よ、許してくれ。敵が市長に向かっているぞ、ジャスワンと。止めねば敵の作戦がなってしまう。言われずとも承知している。このような卑怯な真似、許しはせぬ。計画に気づかれたぞ。将軍に伝令を送れ。増援を呼ばれてはさすがの俺たちも危ない。伝令をさっさと止めよう。伝令を倒さねばシンドラの増援が来るぞ。また裏切ろうというのではないだろうな。いや、アルスラーン王子には恩義がある。今だけはお前たちに全面的に協力すると誓おう。急いで火をつけて、ラジェンドラ様に合図しなければ。あんた、相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそうだ。今日の総合を見舞ってやる。王のところは引いてやる。俺と会ったのが運の尽きだ。まだ火の手は上がってないのか。俺たちも急ごう。今日のところは引いてやる。
手伝おうか。報酬は特別安くしておいてやる。火がついたぞ。まずい、シンドラ兵を止めねば。シンドラの狙いは市長への放火。その混乱に乗じて本体が攻め寄せる手はずかと。ラジェンドラ殿が攻め合いそうなことだ。まずは敵に火をつけられぬよう防いでくれ。承知した。これでシンドラ軍の企みは失敗する。あの王子少しは恩を返せただろうか。これで横着なラジェンドラ殿の企みはついえた。敵の援軍が来ました。ジャスマント、怪我はないか。ありがとうございます。しかし私のことなどお気になさらず。作戦を見抜かれていたとは。かくなる上は突撃するのみ。将軍を捕らえれば配下の兵もおとなしくなるだろう。お主がいてくれれば心強い。これからも力を貸してくれぬか。なぜパルスの痩せ犬などに協力する。裏切り者めが。パルス軍への恩義を忘れ、裏切ったのはどちらだ。王の卑怯な策、同じシンドラ人として許せぬ。王の総我を見舞ってやる。あんた相当な腕前だな。味方にいる限りは楽ができそうだ。ジャスワント、ご苦労。あんたやっぱりかなりの腕だな。だがここから先はいない方がいいだろう。敵の本体が進軍してくれば当然血も流れる。我らに協力してくれたとは。目の前でシンドラ人が撃たれるのは見たくある。そうだ、気遣い感謝しよう。あいつが来たぞ。パルス軍は叩きのめせ。行け、アルスラン王太子を探せ。偽の合図に釣られてシンドラ軍が現れました。殿下、敵を引きつけてください。それ突入してアルスラン王を捕らえろ。敵に囲まれているぞ。かかったな。一気に攻めるのだ。なんだこれは。まさか俺の策が見抜かれていたのか。防げ、引くぞ。シンドラの横着者を捕らえてやりましょう。逃がさぬようご注意を。ここから先は通さんぞ。守りを固めろ。奴らを通してはならぬ。お任せろ。ここは通さんぞ。ラジェンドラ殿、私はあなたと争いたくない。降参してもらえないだろうか。それはできぬ相談だ。策が破られたとて捕まるわけにはいかん。こちらをお受け取りください。と殿下のお役に立ちましょう。
私も精一杯力を尽くしますぞ。クイルがいい。俺を本気にさせたことをな。へえ、俺とやろうってのか。このぐらいにしておこう。友の成長、心より嬉しく思うぞ。まさか俺があの甘い坊やに負けるとは。殿下、お強くなられましたな。それではラジェンドラ殿下、縛り上げさせていただきます。お主の捕虜になるのはこれで二度目だな。そうなりますね。さて、今度こそ俺を殺すか。いえ、あなたにはしばらくパルスの客人となっていただきます。そうですね、2年ほど。2年か、たっぷり楽しめそうだな。それともう一つ、ナルサス、このことは近隣の諸国にも新書でお知らせしようと思います。何？ひとまず東方のチュルク、それに北東のトゥラー。やめろ、チュルクは以前からシンドラの領土を狙っているんだ。もし奴らに知られたら2年後に俺が帰る国がなくなってしまうではないか。では改めて不可侵条約を結び、今後3年の間はパルスに手を出さないと誓っていただけますか。3年。ああ、誓う誓う。誓えばいいんだろう、誓えば。ナルサス、一つ聞いてもいい？なんだ？なぜ三年にしたの？どうせなら50年、100年にしておけばよかったのに。そこまで長期となると、ラジェンドラにとってはもはや永遠と同義だろう。あの横着者が辛抱できるはずもない。なるほどね、3年程度ならまだ我慢しようという気にもなるか。だがその間に奴はシンドゥラを完全に平定し、またパルスに攻め込んでくるだろうな。ああ、だから我々はそれまでにルシタニアを追い払い、王都を奪還しなくてはならない。そうじゃな。ダリン。はい。やはり私はラジェンドラ殿をどうしても憎むことができないのだ。私の考えは甘いだろうか。アンドラゴラス三世陛下でしたら、あの男を決してお許しにはなりますまい。そうだろうな。ですが殿下、あなたはあなたです。陛下の考え方まで継ぐ必要はありません。不可侵条約もあります。しばらくはラジェンドラ殿もおとなしくしているでしょう。そうだな。殿下、この者が我が隊の後をつけておりましたのでお連れしました。ジャスワンと来てくれたのか。俺はシンドゥラ人です。もしパルスとシンドゥラが戦うことがあれば、俺は故国についてパルスと戦います。お前ですが、俺は三度にわたって殿下に命を救っていただきました。その借りを返させていただくまで殿下のお供をさせていただきます。ああ、よろしく頼む。新たなる仲間を得てアルスナーンの初めての国外遠征は終わりを告げた。アルス歴321年2月10日、戦いの舞台は再びパルスへと戻る。
ザーブル城を攻略せよと仰せか。ああ、愛も変わらず兄者はタハミーネの連邦を募らせている。ボダンはそれに愛想を尽かし、己の直属である聖騎士団を引き連れザーブル城に立てこもってしまった。あの城はパルスとマルヨムを陸路でつなぐ重要な位置にあるというのに。それだけではない、奴は先立っていくつかの要求を突きつけてきたのだ。どのようなものです？まずアンドラゴラスとタハミーネを処刑、さらに異教徒の女にうつつを抜かした兄者に対しては一生戒律を破らないことを新たに誓約し、国政の全般にわたって教会の拒否権を明文化せよと。ボダンは神の名を借りて教会の権力を増大させようとしている。討伐したいが、奴についている3万の聖騎士団は手ごわい。ボダンの命であれば火の中に入るのも厭わぬものばかりゆえ。お引き受けなさいませ、殿下。だがサーム、ギスカールの本心は知れている。俺たちを聖騎士団とかませて共倒れにするつもりだ。ですが、討伐という大義名分のもと、殿下は兵を集めることができます。ルシタニア人どもの費用を使って兵士と武器を整えることができるではございませんか。なるほど、一理あるな。それに聖騎士団はルシタニア人に紛れもございません。彼らを打ち滅ぼすことができればパルスの旅にとっては誠に歓迎すべきこと。殿下はいずれパルス人の上に君臨なさる恩になれば決して御損にはなりますまい。だが負けたらどうする？英雄王カイホスローのご子孫ともあろうお方が負けた時のことなどお考えなさいますな。確かにサームの言う通りだ。よく助言してくれたな。恐れ入ります。やはりお主を俺の臣下に迎えてよかった。降伏しろサーム。イアルダボート卿に改宗すれば地位も命も保証してやる。犬が人間の地位をうんぬんするなど片腹痛い。何者？ひざまずいて挨拶をせぬか。俺はパルスのマルズバーンだ。ひざまずく相手はただ一人、パルスの国王あるのみ。その豪直気に入った。だが俺にはお前を従わせる資格がある。何？我が父は先代パルス国王オスロエス五世。俺こそがパルスの正統の王だ。あなたはヒルメス王子。16年前の火災で亡くなったはずでは。俺に仕えろサーム。よく考えることだ。お前の真の主は誰なのか。ヒルメス様がご存命だとは。アンドラゴラス陛下、アルセラン殿下。どうだ、決心がついたか。殿下、パルスを侵略し暴虐の限りを尽くせるシタニア人どもを必ず追い払っていただけますか。必ず。アンドラゴラスを捕らえた今、もはや奴らに何の用もない。機会を待ってことごとく追い払ってくれる。正統の王に忠誠を。ファルス暦321年3月1日、ヒルメスが率いるザーブル討伐隊は王都を出発した。
この部隊はパルス人のみで結成されており、その兵力は騎兵9200、歩兵25400。騎兵たちはザンデの父カーラーンに仕えていた者たちを中心に、サームの元の部下も結集していた。素行が悪くて聖騎士団を追放になった者は山賊に身をやつし、この辺りで暴れていたと。へえ、それを旅人がたった一人で追い払ったんでさ。どんな男だった？何でも自分は相当偉い人物とかで、1万人もの部下を従えていたと。今は訳あって一人旅をしているとか。30を過ぎたぐらいの赤眼の男でしてね。その男、まさか。やはりお主だったか、グバード。久しぶりだな、サームか。半年ぶりか。元気そうで何よりだ。お主が生きているとは正直思わなかったぞ。ボートにはまだ生き残っている者がおるのか？生き恥さらしているのは俺だけだ。お主が自分を卑下するのは勝手だが、俺は別に生き恥をさらしているという気はないぞ。今命があればこそ酒も飲めるし、女とも遊べるし、気に入らないルシタニアのアホどももぶった切ることができるのだからな。お主らしいな。ところで俺は今あるお方に仕えている。そのお方と共に聖騎士団と名乗るルシタニア兵を倒しに行くところだ。お主も一緒に来ないか？あるお方？ヒルメス殿下だ。ヒルメス？あのヒルメス王子が生きておられたのか？するとパルスの王家は分裂して血で血を洗うことになりそうだな。それに巻き込まれるのはバカバカしい。俺のことは忘れてくれるか？まあ待て。いずれの方がパルスの支配者になられるにせよ、ルシタニアの暴虐な支配をこのままにはしておけぬだろう。奴らをパルスから追い払うためにお主の武勇を貸してはくれぬか？そうだな。どうせ今やることもなし、力を貸してみてもいい。だが嫌になったらすぐに立ち去るぞ。イアルダボート教の神器を燃やせ。怒りに火をつけ聖騎士団をおびき出すのだ。はっ、承知しました。己、神器を焼くとは、罰当たりの異教徒どもが。八つ咲きにしてくれよ。今だ、門を閉め騎士団を閉じ込めよ。夢兵、撃てい。待ち伏せだ。今だ、クバード頼む。ヒルメス殿下に万が一があってはならぬ。どうか気をつけてくれ。クバードというのはお主か？はあ。礼節を守らんか。このお方はパルスの正当な国王である、ヒルメス殿下だぞ。国王というなら故障は殿下ではあるまい、陛下ではないのか？その口の利きよ、よほど己に自信があるのか。波の働きでは許されぬと思え。お前はここで終わりだ。叩き潰してやろう。叩き潰してやろう。一教徒などに敗れるとは。よくやってくれたクバード、今門を開けるぞ。先人がやられただと？ええ、俺が一教徒を葬ってくれるわ。俺たちも敵は随分張り切ってるみたいだな。
やれやれ面倒な銀仮面め、ディスカールにつきボダン様の邪魔をするか。おっと、ヒルメス王子が狙われているな。守る義理はないが、サームの頼みだ。仕方ない。ボダン様、申し訳ありません。もはや引くしかないか。クバード、見事な豪遊よ。お主が味方にいれば心強い。お許しください。隊長が二人もやられるなんて。交代しろ。このまま引かせるものか。奴らを残らず撃ち、隊長どもを怒らせておびき出せ。やれやれ、ヒルメス殿下は苛烈だな。頭ごなしに命令されるのはどうにならない。こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。神のため、そしてボダン様のため、俺たちも共に戦うぞ。おお、援軍とはありがたい。みんな体勢を立て直せ。何としても銀仮面を撃つ。申し上げます、北南中央に敵の援軍が到来。率いているのは弓兵長の模様です。隊長以外に用はない。放置しては厄介なことになるやもしれぬな。貴様ら何をやっている。異教徒ごときに遅れを取るな。あの銀仮面さえ倒せばいいのだ。さっさと行ってこい。ようやく隊長どものお出ましか。クバード、奴らを倒してこい。殿下もご一緒にいかがです。道中はこのクバードが守って差し上げますぞ。どこまでも無礼な。貴様はさっさと行け。俺とザンデは殿下を守りつつ敵を引きつける。その隙に括弧撃破を頼む。クバード、異教徒め、調子に乗り寄って。よくも仲間を。隊長がやられるなんて。いやだ、まだ死にたくねえよ。隊長を失って士気が下がったら、これで少しは楽ができるか。さすがの活躍だな、クバード。おかげで味方の士気は上がる一方だ。お主ほどの者を再び野に放すのはもったいない。どうだ、このままヒルメス殿下に仕えてみぬか。まあ考えてはみるが、他人に仕えるのは正直なところ飽きていたな。隊長とやらは全て片付いた。サームへの義理も果たせたな。よくやってくれたな、クバード。戦力は削ったが、残りの奴らは城にこもったようだ。陥落したとは言えんが、いいのか。ああ、敵は持久戦に持ち込むつもりだろうが、こちらには策がある。サームから聞き及んではいたが、見事な働きであった。クバード、引き続き頼むぞ。その前にヒルメス殿下、一つお聞かせ願えますか。なんだ。あなたが王位を求めるのはいかなる理由ですか。俺は王国に安寧をもたらすために奪われた玉座を取り戻す、それだけだ。奪われたのはルシタニアにですか、それとも。クバード、サームよ、悪いが俺は行くぞ。アトロパテネで敗れたおかげで、せっかく自由を手に入れた身だ。もう少しこのままでいたいのでな。クバード、好きにするがいい。サーム、この男にこたびの褒美を取らせよ。はい。
ヒルメス王子にはお主がついているのは分かった。ではアルスラーン王子には誰がついているのだ。ダリューンとナルサスだ。ほう、あの宮廷嫌いのナルサスがアルスラーン王子についているとはな。面白いそれでお主はこのままヒルメス王子の幕営に身を置くつもりか。ヒルメス殿下にもせめて俺ぐらいついて差し上げなくては不公平だろう。いや、俺など微力極まる身だが。苦労しそうだな。だがお主の分は祈るとしよう。もっとも俺は不信心者ゆえ、神々にはかえって逆効果かもしれぬがな。じゃあな。さて、もう一人の王子様はどのような人物か確かめてみるかな。パルス暦321年3月、アルスラーンは王太子の名において2つの歴史上重大な布告を発したのであった。ルシタニア追討令、故国を侵略したルシタニア人を追い払うため、すべてのパルス人に王太子、ペシャワール城に結集せよという激文です。うん。そして奴隷制度廃止。これは殿下が国王に即位した後、奴隷をすべて解放することを明示しております。あ。この布告が後にこの若き王子を解放王アルスラーンと言わしめることとなるのである。万歳！王太子殿下に栄光あれ！パルス万歳！王太子殿下に栄光あれ！すごいね。確かにすごいな。あの方はパルス望ましの王道を変えてくださるかもしれない。それには時間の神を味方につける必要があろうが。パルス万歳！王太子殿下に栄光あれ！オクサスの領主ムンジルの息子でザラーバントと申す。老病の父より命じられ、アルスラーン殿下にお使いするべく参上いたしました。マルズバーン、シャプールの弟にてイスファーンと申します。兄の仇であるルシタニア人ども一人も生かしておきません。我が名はトゥース、南方のザラで守備隊の長を務めておりましたが、この度同志と共に駆けつけました。皆が集まってくれて嬉しく思う。どうかこれから力を貸してくれ。はっ。兵力の膨張は急激だった。だがただ兵が集まればそれでよしというわけにはいかない。数日後には
軍内に亀裂が入り始めた。戦力が増えたのはありがたいですが、問題も増えましたな。うむ、以前からの仲間たちと新しく協力してくれる者たちとの間に不和が生じている。先日も危うくジャスワントとザラーバントが剣を交えるところだったとか。この不和は本来は地位を持たぬ者が殿下の周りで重用されていることに対する不満ゆえのもの。解消のためには古き進化も新しい進化も平等に扱うと示す必要があります。差し当たり私を現在の地位から下ろしてはいかがでしょう。私は今サトライプ、最小に等しい役職ですが、この地位は本来年長者で威厳と人望を備えた者がつくべきなのです。では誰が。レイの城主ルーシャン卿ならばその条件にかなうかと。わかった、ナルサスの言う通りにしよう。殿下、そろそろこの城を立つ日も近づいておりますが、その前にお話がございます。今後我々にとって最大の障害はルシタニアの客商となっているヒルメス王子でしょう。ヒルメス王子は自らこそがパルスの王たるべきだと主張しておられる。王家の血を引いていようと民を苦しめていいというわけではあるまい。ダリューンの言う通り、ヒルメス王子はパルスの王位を奪うため自らの国と民を傷つけた。かのお人には民よりも王位の方が大事というわけでしょう。ふん、そのようなお人に王になってもらうわけにはいかんない。いらない。俺も。殿下、以前宮廷で噂を聞いたことがある。父上が兄である先代国王を殺したと。ただの流言で真実ではないと思っていた。だが父上が本当にそのような罪を犯したのなら、いとこ殿の復讐心も仕方ないのかもしれない。その真相は分かりません。しかしもし真実だとして、それでもヒルメス王子を退け殿下ご自身が王位につく覚悟はございますか。パルスの民を救うためには戦わねばならぬ。いとこ殿との間の話はパルスを救った後でつけることにしよう。自らは王家の血を引いておらず、他に正統の王子がいる。しかも王太子の地位は父親の罪によって成り立っているらしい。殿下のご気性からして親の罪を償うつもりでヒルメス王子に王位を譲ると言い出すかもしれんぞ。確かにな。ナルサス、だからこそ殿下には覚悟を決めていただく必要があるのだ。殿下にとって王位とは、目指しているものは人に譲れるような安いものか。失礼いたします。城内に賊が侵入。何、賊だと。なぜ。現在エラム様が対応に当たっておられます。至急救援をお願いいたします。今のはまさか魔導士。ナルサス様に知らせなくては。見られたか、その口封じてやる。賊だ、野獣だぞ。賊に火を放たれた。この火事を起こした。まさか賊が忍び込んだのも。
の戦で必ず活躍してみせます。今のはまさか魔導士ナルサス様に知らせなくては。見られたか、その口封じてやる。賊だ、野獣だぞ。賊に火を放たれた。この火事を起こしたのはあの魔導士か。まさか賊が忍び込んだのも。逃がさんぞ小僧。この匂い、毒か。触れられたらまずそうだ。諦めぬぞエラム。無事か。キシュワード様、魔導士が現れました。火事も奴の仕業かと。俺の城で勝手なことを。火事の対処は任せよ。お主はナルサス卿のもとへ。ソラ、暴れてやれ。ナルサス様、両末倉庫が火事に。火を放ったと思われる魔導士は姿を消しました。ボヤを起こすことがそいつの目的とは思えぬ。まだ何か企みがありそうだな。すぐに行こう。魔導士の手引きではあろうが、城内にこれだけの賊の侵入を許すとは。魔導士を探しながら賊も片付けねばならんな。ナルサス様、ご無事でよろしゅうございました。これから王都へ出征しようという時に物資を燃やされては困る。防がねば。騒ぎを起こし、そちらに我を。そういえば城内で妙な影を見たとの報告が目撃。それがこの魔導士だとすると、目的はまさかとは思うが、バフリーズローがバフマン王に送ったも一緒ではない。見つけてはおらぬようだ。所詮は賊か。火事一つを起こせんとはいかない。お見事なご活躍です。この間だ。そこまでだ魔導士。お主の目的は察するが、誰の命令で動いた。何も言うことはない。息の根を止めてくれるわ。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らめ。
この戦で必ず活躍してみせます。奴らめ、くそ、これ以上は無理か。逃がしたか。厄介な術だ。他の者が捕らえてくれればよいが。煙と盗賊は高いところが好きというが、あれはどうやら本当らしい。こんなところで待ち伏せておるとは。どけ、邪魔をするな。ああ、目引き目が見やし。あのような奴に。おっと、俺たちの助けが必要ですかい。申し訳ございません。奴の目的は分からずじまいか。すっきりしない勝利だ。軍内の不安、魔導士の襲撃といった問題はありながらも、アルスラーンたちは出兵準備を進め、ついに5月10日を出陣の日と定める。出陣の前日、城内は盛大な前夜祭に沸き返っていた。私は立派な騎士にならないといけない。家族のためにも、故郷の領民のためにも。だから、一人でも偵察を成し遂げてみせる。パルス最高のため、殿下のため、この身の限り戦うぞ。おー、しかし、奴隷解放だとか、バカなこと言い出すよな、殿下も。おい、誰かに聞かれたらどうする。奴隷解放？そちらへ行くと、城の奥に迷い込んでしまうぞ。ち、もっと探ろうと思ったのに見つかったか。パルスのお坊ちゃん、まだ生きていたのか。道に迷ったのなら、出口まで送ろう。ずいぶん兵士が集まっていますね。戦が近いのですか。うむ、王都を取り戻すための戦だ。あなたも出陣を。もちろん。ですが、あなたはあまり強いようには見えません。戦うならもっとふさわしい者がいるでしょう。ふさわしい。なぜあなたは戦いに赴くのですか。昔、ルシタニアから奴隷として連れてこられた少年と出会ったのだ。
その少年から初めてパルス以外の国の話を聞いた。自分が生きてきた環境や制度だけが全てではないと。世界にはいろいろな人がいて、さまざまな国のあり方があると気づかされた。その後もナルサス、私の仲間なのだが、その者からもいろいろな話を聞いてな。パルスという国の良いところも悪いところも見えてきた。だからこの戦いをきっかけにパルスを少しでも良くしたいと、そう思うのだ。あなたは国をどうこうするなど、本来はあなたではなく王の仕事でしょう。ですが、国と民のためを考えての行動に出自など関係ないですね。それはとても尊いことだと思います。うん、お主の言う通りだ。お主と話していると気づかされることがあるな。あの時の少年のことを思い出す。そうだ、私はパルスとその民のために。その頃、広間では騒ぎが起こっていた。イスファーンの兄シャプールを射抜いたと明かしたギーブに対し、イスファーンが激高。二人は剣を交えたが、周囲の制止によってようやく引き離されたのだった。これはギーブ、一体何があったのだ。何、人生観の相違というやつで。いい機会です。殿下には世話になりましたが、もともと俺は宮遣いなど性に合わない。お達者で、殿下。ご武運を祈っていますよ。キーブ。ギーブには申し訳ないことをした。それこそがあの男の望んだことだ。彼が憎まれ役を引き受けてくれたことで、ひとまず将たちのわだかまりを解くことができた。まったく不器用なやつだ。やはりそういうことだったのだな。殿下。お気づきでしたか。ギーブが何の考えもなくあのようなことを申すはずがないからな。私はギーブの思いに応えてみせる。必ず王都を奪還し、このパルスに平和を取り戻してみせる。はい。そして国を取り戻したら、いとこ殿に王位を譲るつもりはない。私にはパルスをより良い国にしたいという夢がある。奴隷解放令はそのためのものでもあるのだから。殿下、覚悟は決まったのですね。うん、もう迷いはない。私の夢に力を貸してくれるか。無論でございます。このダリューンが、いな、ペシャワール城の全てのものが殿下の目標のための力となりましょう。少女、そういえば名前も聞いていなかったな。なぜあなたは戦いに赴くのですか。私は、そうだ、私はもう迷わない。行くぞ。ルシタニアを打ち倒し、王都エクバターナを取り戻すのだ。さて、俺には俺のやるべきことがある。ひとまず我々が目指すのはここサン・マヌエル城です。古い時代はパルスの堅牢な砦でしたが、放置され荒廃していたところをルシタニア軍が改築して使っているようです。まずはここを奪い、王都エクバターナへの足がかりとするわけか。
ナルサ様、この城は。サンマヌエル城に向かうとなると近くを通過することになるね。はて、ここに城塞などあっただろうか。チャスーム城、ルスタニア側が最近新たに建設した城塞だ。航路の要点を抑え、こちらの動向を監視するのが目的だろうね。ふん、ギスカールとかいう男も一応考えてはいるような。そういうことなら我らに工場の許可をいただきたい。頼もしい申し出だが、その必要はない。ナルサス殿、我々を信用できないとでも言うのか。まさか。今の目標はあくまでサンマヌエル城、戦略上このチャスーム無理に攻める必要はないというだけのこと。お主たちの気持ちは嬉しいが、不要な戦いで兵を失いたくはない。ここは引いてくれぬか。承知いたしました。本当にチャスームを放っておいていいのか。何、結果的に城は奪えん。ただしお主が出ねば片付かぬかもしれん。その時は頼むぞ。バルス軍が来たな。思ったより早いぞ。味方に迎撃準備を急がせねば。